さあさあ五郎さん、チンゲンサイのコマンド表を必死に探しているあっさ、そして見つけられないこのゲーム、チンゲンサイはね、あ、使えてる、もう十分基本コンボ知ってるぞ。あ、これ汚いわ、やってない先だわ。しかし、マキシマで画面端に追い込み、コパンで重ね、さあ、早出しのポジションが強いことをしている。当て身のコマンドを確認。さあ、2回連続で出る。しっかり確認して、コロコロ転がって、しっかりヘルコンボを刻まれて、おっと、めくりがしっかりガード。壊しコパンを重ねていくが、多分その後に出すコンボはあんまり知らない。禁止。ジャンプストバ、ジャンプ D をかぶせて、ダイヤシー。まあまあまあ、まあ、上以外は多分、剥げるのは今回しょうがなさそうですね。あ、しかしクラークはね、誰でも使えるんですよ。クラークは誰でも使える。ランダムで出た時のクラークは最強なんで。さあ、ジャンプストバで行くが、フットバーをきれいに当てているのは松島の方。ジャンプでかぶせて、少し苦しそう、クラーク。しっかりコンボを決めて、斜め A を入れているのは13勢の証拠。おお、やり込めて、ここはしっかりイメージ使って多分殺しきれますね。この技って最後固定なんか180とかあるんですよね。すげえ減るんですよこれ。さあ、しっかりクラークは使えるんですよね。みんなやることは今までの KF とあまり変わらないので。しかしゲージを全て入ってしまった。そして出てくるは表今日ジャンプフットは少し厳しそうだが、しっかり二度飛びしているが止められない。ステップのコマンドを知っている。ガーキャンを少しエンディ差し込み、ダッシュコマン空投げ。さあ、一気にコースが画面端に潜り込んでしまい、入れ替わる。かぶせが苦しい、かぶせが苦しい。禁止で追いやってダッシュステップ、いいのが刺さりエンディで追撃。空投げをしたかったが空投げは出ない。EX ガトリングで逃げることで成功したが、少し状況は苦しそう。しかし、おっと、シーレンダーリュウさんが出て、ダブットバー、はい、決めた、試合、はい、はい、さあ、オブニアキでしっかり倒していく。さあ、このキャラ、言わずと知れた世界の晴れ頃。このキャラ汚ね、なんかコンボ知ってるよ。この人はこのキャラのコンボ知ってる。汚いわ。たまたま知ってた。ゴロさん、たまたまこのキャラコンボ知ってたっぽいっすわ。汚いっすね。これが、しかし相手もゲージがあるので、ね、おっと、えっ、スローコンボやり込んでね、この人。この人やり込んでるっぽいよ。きた、あー、やり込んで9割ちょい減る。さあ、そして投げ上げてやり込みぜ。コロさん、ランダム汚いわ。はい、じゃあ C 筐体で、2K 見ひたいリンゴどうしましょう。